ご夫妻と音楽を愛する仲間たちどうも。貴殿はこの10年間にわたって毎年行われるクリスマスコンサート、ワカッパーコンサートにおいて演奏され、地域に元気と感謝を与えましたこと、心から感謝、感謝の意を表します。今後も地域の方々が、集う、身近な場所で音楽の素晴らしい力で地域を明るく照らしてください。よろしくお願いいたします。令和2年6月21日日曜日、現状法人コミュニティレクター伊勢市大泉理事長、原田信也。これはささやかですけども、この10年間の写真をアルバムに手作りのアルバムさせていただきました。Thank you.
この地で背が入っているかと思うんですけれども、6月21日はグローバルデーと書いてありますが、世界 ALS の日でもあるんです。 ALS の方のことを理解して支援をお願いしますということなんですけれども、こちら皆様に聞きに来てくださっていることが、もう支援であり大きな理解だと思います。それにしても本当に素晴らしい映像でした。この後もナビさんの演奏はまだまだ続きます。さあ、それでは次の曲なんですけれども、次はいつもこのコンサートで一番初めに演奏している曲です。バッハの曲なんですけれども、今ヨハン・セバスチャン・バッハといえば、もう知らない人は世界中に多分全然いないくらい音楽の父と呼ばれる有名な人ですよね。でもバッハは生きている間はもうほとんど無名だったんだそうです。そして亡くなってからは本当に全然誰も知らなくなりました。それが亡くなってから70年経った時に、メンデルスゾーンがたまたま素晴らしい楽曲というのを発見したのがですね、これがマカイ受難曲だったんです。そして今の鳥の歌を演奏したパブロ・カザルス、12歳のそのパブロ・カザルス少年がたまたま見つけた楽曲が無伴奏チェロ組曲だったんですね。すごいということで、皆さんバッハの楽曲を発掘して探して、そして今私たちがバッハの楽曲をたくさん聴けるようになったと、そのわけなんだそうです。まあ、いろんなことがありませんでしょうか。この曲はですね、30代のバッハが教会の行事のために、チェリストのパブロ・カザルスが12歳の時にこの楽譜を見つけたと言いましたけれども、12歳で楽譜を見て感動したんですが、10年以上かかってこの無伴奏チェロ組曲を自分で演奏会にかけたんです。そして96歳の時に、12歳の時に見つけてからもう80年以上昔の作品、出会った作品なんだけれども、この曲が自分を作ってくれた。そしてこの曲の素晴らしさは何十年経って もう本当に色褪せない素晴らしい作品だと言って感動していたんだそうです。この曲を聴いて音楽が好きになった、また音楽家になったという方もたくさんいらっしゃると思います。ではお願いいたします。Thank you.
Thank you.
Thank you.
私が間違えたことがあるんですが、彼さんたちに来ました。